吉さん、まあ覚悟ですね決断の覚悟っていうのはなかなか持てないんじゃないかなと思いますあの自分が決めたことによる結果を自分で責任を取るっていうのはやっぱ怖いことなんですよね誰かのせいにしたいし騙されたと思いたいしうまくいかなくなったら誰かのせいとかね状況が悪かったとか運が悪かったとか思いたいもんなんですよでもシンプルに自分の姿を見つめているとああ俺が悪かったんだなって考えられると思うんですよねそこが出発点になるかと思います 宇宙人と考えずに自分の人生に起きることは全部自分の責任だっていう当たり前のことにね立ち返ってみるといかがかなと思いますねうんさすがね将棋で事を成した人が優遇だけはありますよね一打一打決断の連続ですからで負ければ次の試合が来ないわけですからねでその分任してきた人のこともよく分かってると思うんですよ この一に賭けているぜみたいなね人を次々とし投げ倒してきて多くの方の夢を奪ってきたその責任も羽生さんは重く感じてるんじゃないかと思いますさあ今日はね堀江孝美さんのお話をしてみましょうか堀江孝美さんがねそれ聞いて何か意味あるんですかって目をパチパチさせながらね壇上から言うのもまあまあなかなか面白いことだと思うんですけども私が一番ねあそうだよね確かにねっていうふうに骨身に染みたのは惜しむべきはお金ではないと時間だと時間は命なんだってことなんですよ だから私はね、借金を繰り返しても怖くなかったんですよ、うん。借金を繰り返してね、ひどい時にはそのまま借金を抱えたまま墓場に行ってもいいかなと思ってたんですよ。でもできることならば、無駄に借金をするんじゃなくて、借金をしただけ、その分だけお金に詳しくなれればなと、お金に本当に長けていければなと思ってたんですよね。で、私結局3000万以上の借金しましたけども、1億円以上のお金を稼ぐことができたのは、 まあ、リスクリワードでいうと3分の1、3対1って考え方じゃないですかね。私が100万しか借りる度胸がなければ、多分儲けで300万みたいな感じだったかなと思いますし、いや、そもそもね、100万とか1000万が借りれない段階でも、ビジネスにはそっぽを向かれたと思ってもいいかなと思ってるんですよ。世の中にはね、億っていう借金をしたりとか、自己破産を何回も繰り返して、大統領になった人もいますしね。結局、信用ってお金を返さなかったからなくなるものではないと思うんですよ。お金を返さなかったってのは、今日の時点での話であって、明日になったら返せるかもしれないと。 だから、やっぱこうね、えー、お金に対してかなり深く考えていくことっていうのは大事だし、回答も出していかないといけないでしょうね。お金に対する回答。それはその時、その瞬間に出てる回答は、もしかしたら明日になったら間違いかもしれないけども、ここの覚悟なんですよ。とりあえず今日の時点ではこれだって決めて、その決めたことに対して動いていくっていう日々を繰り返さなければ、間違いだったのかどうかすらわからないんですよね。で、私はやっぱりこう思いますよ。うん。やっぱ30代ではお金全然作れなかった。 40代ではネットビジネスに出会ってお金のね使い方が分かってきたそして今50なろうとしてますけどもこの2つの二十代30代40代の時間の使い方があったからこそ50代からのね展望っていうのがまあまあ見えてきざるを得ないかなってところですよねこれがだから毎日同じような作業をしているで変化があるといっても限定的な変化しかない、まあ、会社員とかやっていったら多分たどり着かなかったと思いますお金を稼ぐっていうのは一社員がなんとかできるものではなくてね やっぱりこう自分がこここことととをを起こしててて物事ののトップに立ってリスクを全身でで受,受け止めかからこそできることなのかなと思いましたよねだからねあのこれは特定の人を貶としめることにはならないんですけどもそういう意味ではないんですけども5060でいまだにお金のことがわからないとか稼ぎ方がわからないとか行動できない人って一体今まで何やってきたんですかっていうふうになっちゃうんですよ。だって十分な時間はあったわけじゃないですか。 若いい頃もあったわけじゃないですかそれなりに一生懸命やったと思うんですよそれでいてなんでね年を追うごとに不利になるんだと思うんですよ基本的には時間をかければかけるほど有利になるはずなのに時間をかければかけるほど不利になっていくってこんな話ってありますかってことですよねうんだからねほんと時は金なり生命なりですよ間違いなく人生ってのは限られてますでもお金ってのは稼ぎ始めたら無限に稼げるんですよまあ理論上借金も無限できますよね で、一人の人が使えるお金の上下っていうのは知れてますからそれに比べたら人生の重さっていうのはお金なんかに比較にならないですから借りれる限りお金を借りる稼げる限りお金を稼ぐまあそのぐらいはしてもいいんじゃないかなと思うんですよまあお金がね全てじゃないよっていう人いますよもちろん全てじゃないですよ全てじゃないからこそお金の問題ぐらい早く片付けないとたくさんの問題がある中でお金っていうのはその一パーツに過ぎないわけですよその程度のことはもう 踏み越えていきましょう。ってことですかね？じゃあ一体。